ぱいだったなっていうロールメーカー、色のムラが激しかったりとか、物によってはそんなに良くないものがあるので、ごめんなさい、ちょっと僕は買わないかもしれない。僕はめちゃくちゃ嫌いです。はい、どうもクレイジーピーでーす。本日の動画はですね、ちょっとこの間ね、インスタグラムで皆さんのね、これは失敗だったなっていうグローブメーカー募集させていただいたら、まあ、結構な数いただきまして、それをねちょっと発表していけたらなと思っております。で、僕からして結構意外なメーカーも入ってたりとか、あ、なるほどなっていうメーカーも入ってましたので、上位の方に来てるものに関してはどんな意見があるのかとか参考にしてもらえたらなと思うので、ちょっとその辺話していこうと思います。では早速始めていきましょう。せーの、よいしょ。はい、ということで早速なんですけれども、ピックアップしてちょっとお話できたらなと思います。で、まず複数票入ったところね、お話できたらなと思うので、2票で、ね、2つあります。ザナックスと Z っていう、意見があるんですけれども、まあ、ここはね、メーカーだけ言ってて、そのどのランクのものっていうのがね、募集してなかったので、どのランクのものを使ってるかはわかんないんですけども、確かにザナックスで言うとトラスト以上になると結構いい革を使ってるんですけども、それ以下になるとちょっと微妙かなと思ってくるものもあります。一番程度の低いやつになってしまうと、小学校とか中学校で使ったりとか、まあ、初めての奥さんが使ったりとか、合皮のねグラブだったりとか、そういうのも増えてきますので、まあ、一概に全部が悪いとは言えないんですけれども、まあ、かなり悪いで、ザナパワーとかもね、ちょっと色のムラが激しかったりとか、物によってはそんなに良くないものがあるので、まあでこういった順位に入ってきたのかなと思います。ただトラストとかトラスト X になるとむちゃくちゃいい革を使っているので、ぜひね、そういった最上位モデルの方もね、手に取って参考にしていただければと思います。ザナックスも結構いいグローブ多いので、一度注目してみてはいかがでしょうか。で、次 Z もそうですね、プロステータスとネオステータスの差がかなり空いているのかなと思います。で、ネオステータスの方はね、ちょっと残念に思う革が結構多いっていうお話は聞くので、まあそれはね、皆さん間違いではないのかなと思ったりはしております。ただプロステータスとかになってくると、まあこれも軟式用公式用問題が出てくるので、まあ一概には言えないんですけれども、公式用とかならかなりいい革を使ってますし、使い勝手はいいものになっていると思います。僕からしたら結構いいかなと思うことも多いので、最上位モデル、そういったものも手に取って参考にしてみるのもありなんかなって若干思ったりします。ミッドとかもね、そのうちちょっとまだ欲しいかなと思ってるメーカーではありますので、まあ一度試してみてください。新商品がいろいろ出るっていう噂は聞いてますので、その辺のね、 Z さんも注目していただければと思います。続きましてですが、これ3票いただいております。3つあります。まずアシックスさん、グラブワークスさん、 SSK。 まずアシックスからお話ししましょう。アシックスはね、結構ね、革の種類が選べたりオーダーとかやったらするんですけども、まあ当たり外れがあるっていうのはよく聞きます。投手用なら結構いいかもしれないんですけど、ちょっとね、キャッチャーミッドとかファーストミッド、ミッド系になるとかなり弱い印象もありますし、まあ、内野手用っていうと結構あれと思うグローブがあります。ただめちゃくちゃいいのがたまにあるのも事実で、まあ、その平均を取るとかなりバラつきがあるメーカーとは言えるでしょう。で、ピッチャー用はね、結構特化して出してるので、まあ、得意なのかもしれないですけども、ファーストミッド、キャッチャーミッドとかに関してはかなり、僕からしていい印象はないですね。で、悪いイメージっていうの結構聞かれます。結構ね、マチが厚いキャッチャーミッドが多かったりだとか、僕の印象はあまりよろしくないですね。まあ、正直、僕が買うか買わないかで言うと、アシックスさんはごめんなさい。ちょっと僕は買わないかもしれない。はい、まあ、あくまでも個人的な意見なので、まあ、好きな人はかなり好きだと思うんですけども、ちょっと僕には合ってないグローブの一つです。で、SSK さん。SSK はね、僕ね、まあランクにはよるんですけれども、そんな悪いイメージがなくて、SSK っていうのは、まあ、結構昔からね、好きで、僕これ中学校1年とか2年ぐらいで使ってたグローブなんですけれども、めちゃくちゃ悪い印象っていうのはないんですけれども、下のクラスとか見てくると、まああまりよろしくないグローブっていうのも多いのは事実です。そしてあまりね、使ってる方っていうのがおられないので、まあそんなにいいと思ってない方っていうのも増えてくると思います。そして昔と比べたらやっぱり質は落ちてるのは事実かもしれないですね。ちょっとんと思うことも、ね、実際あるので、そういうのは否めないのところなのかなと思ったりしております。
だ実際僕的にキャッチャーミットも結構肩がいいキャッチャーミットが出たりとかしてると思うので、ぜひ一度、見てみたらいかがでしょうか。続きましてグラブワークスですね。グラブワークスに関しては前も言ったんですけれども、アメリカ系企業で格安でオーダーできるものになっているので、品質云々は文句言うのはちょっと違うかなと思います。まあ、1万5000から2万5000ぐらいでオーダーできるならこんなもんかなと思っといてもらった方がいいのかなっていう。ただ今ね、格安の低価格帯でもね、日本で作られてるやつとか結構いいのがあるので、ちょっとグラブワークスのイメージが悪くなってきたっていうのは事実ではあると思います。そういったものと比べると、まあやっぱ日本のいいものを使ったらいいかなと思う。文句は言えないですけども、まあどちらを選ぶかって言ったら日本の方を選んだ方がいいのかなと思っております。で、はい、ご評いただいているメーカーがあります。それがミズノですね。ミズノプロでももちろん在庫とか提供の安定度とか言うたら、まあ、結構一番ぐらいいいのは分かってるんですけども、当たり前すぎる企画力が足りないとかね、もっと違うグローブが出てもいいんじゃないかとか、そういう意見もいただいております。実際僕もそう思います。実際革は1番2番ぐらいいいんですけども、やっぱ昔の革に比べると全然落ちてきたかなっていう印象はあるので、まあここはね、正解不正解はないんですけれども、まあ、それだけね母数が多いからちょっと票数も増えたのかなっていうのは実際思ったりしております。まあやっぱりね、ミズノプロいいのは間違いないですね。まあ合わない人は合わないと思います。指袋がかなりでかいとかね、有名なところですので、まあその辺はね見てもらったらと思います。はい、続きまして6票いただいてますね。アンダーアーマー、これはね僕前言いました、僕はめちゃくちゃ嫌いです。アンダーアーマーのグローブは昔のね、アンダーアーマーのグローブ初期の方は良かったんですけど、もう全然いいと思わなかったし、質、肩、全て含めていいもんじゃなかったなっていうイメージがかなり強いので、まあただグローブじゃなくて小物系とかウェアに関してはめちゃくちゃ作るの上手ですし、まあおしゃれで使いやすいものを使ってられる印象がありますので、ウェア系とかは結構好きで使ってたりします。だからグローブに関してはちょっとと思うとこが多いですね。で最後1位ですね。アンダーマーが2位やったんですけども、次のところが1位です。クロータスラッガー、これはやっぱあれですね、革の当たり外れ問題とか、まあ、湯もみが好きじゃない人は湯もみ嫌だって思いますし、まあ皮としていいのかって言ったらね、皮としてと思うものはめちゃくちゃ多いので当然なのかなと思っております。ただミズノと一緒で母数が結構多いので、まあ、好き嫌いが分かれ、嫌いな方にも票数が流れたっていうのはあるかもしれないです。はい、まあ湯もみありきなのでどう化けるかっていうのもね、スラッガーの楽しみ方の一つではありますので、その辺を見てね参考にしてもらえればと思います。実際僕もスラッガー嫌いでした、はい、めちゃくちゃ嫌いだったんですけど、湯もみして皮が変わったっていうのを実際にね目の当たりにしたので、その辺は何も言えないかなと思っておりますし、まあ、そもそも湯もみ反対派やったんですけど、まあスラッガーなら湯もみ OK なのかなとか、で意識が変わってきた部分もあるので変わってくるのかなと思っております。はい、ということで以上紹介していきました。ただ出たからって言って全てが悪いものじゃないので、あくまでも参考にしていただければということで今回撮らせていただいたので、参考にしていただければ幸いでございます。本日の動画良かったなと思う方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではいつものをやっていきましょう。せーの、あざした。バイバイ。 SNS のフォローよろしくお願いします。